皆さんこんにちは。今回はドルマンスリーブを測りたいと思います。測る前に測る部分をお伝えします。着丈、身幅、裾幅、雪丈、袖口幅、以上5箇所を測りたいと思います。それでは早速測っていきたいと思います。それでは着丈から測りたいと思います。この製品は不白でできてますので、後ろ中心で着丈を測りたいと思います。この襟のついた線をネックホールと言います。このネックホールと後ろ身頃の中心の交差した点、ここをバックネックポイントと言います。この製品にはたまたま後ろ中心に切り替え線が入っていますので、この切り替え線を利用してバックネックポイントから裾まで直下で測ります。続いて身幅を測りたいと思います。ドルマンスリーブの場合ですね、セットインやラグランのように目安になるアームホールがありません。ですのでこのカーブの終わったあたりを目安に測りたいと思います。製品を平置きにしていただいて、この製品だとこのあたりですね、この脇折れ線の端から端まで測ります。続いて裾幅を測りたいと思います。裾幅も製品を平置きにしていただいて、この脇の折れた端から端までを測ります。続いて雪丈を測ろうと思います。雪丈は肩幅の半分足す袖丈です。それで今回人大を測ると19センチでしたので、今回はこの19センチを肩幅の半分として測っていきたいと思います。製品を平置きにしていただいて、このバックネックポイントから肩の折れた線ありますね。この折れた線と19センチが交わるポイント、ここまでを一旦測ります。そこからこの折れた線に沿って袖口まで測ります。続いて袖口幅を測りたいと思います。袖口幅はこの袖口の折れた端から端までを測ります。ドルマンスリーブの測り方は以上です。お役に立てたでしょうか。またいろいろなアイテム測っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。